3番のパー5、山下の第3打です。ベタピンにつけてのバーディー。4番のパー3、尾関のティーショット。前、狭いところに落として止めていきます。4番のパー3、後藤の長いバーディーパット。長いの前半すごい入ってましたからね。入ってましたよね、はい、5番パー5の大里桃子のバーディーパットです。この難しいバーディーパットでしたけど素晴らしかったですね。2連続バーディーで迎えた6番のパー3、吉田のティーショットです。前からカップに向かっていきました。これで4、5、6と3連続バーディーとしました吉田です。7番、難易度高いパー4、地元愛知の金田久美子。ここまで突っ込んでくるのはね、なかなかいなかったと思いますよ、はい、この7番で。9番のパー4、山下の長いバーディーパット。勝負どころで決まってましたね。さすがだなと思いましたね。ギャラリーの方ね、9番、5番はたくさんいる、はい、その中でやっぱ見せるゴルフですよね。そしてアマチュアも6人出場しています。最上位での今フィニッシュとなっています。寺岡18番のセカンド、見事なショットを見せました。